皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。本日は新商品をご紹介したいと思います。 B レジェンドプロテインカップケーキのそんなバナナ風味、早速レビューしていきたいと思います。こちらも見覚えのある方ももしかしたらおられるかもしれないんですが、少し前まで激うまチョコ風味のフレーバーで販売しておりました。そちらの商品が大変ご好評いただきましたので、今回新たに新作フレーバーを3種類同時にリリースすることになりました。最近ですね、 SNS とかでプロテインを使ったカップケーキというのが密かにブームとなっております。で、私自身も自分でやってみたりもしてるんですけど、正直私粉を計量していろいろ組み合わせて混ぜてっていうのが、楽しいんですけど、少し手間だなって感じてしまうような人間なので、そんな方多いんじゃないかなと思います。でそんな方でも、手軽に簡単に美味しいカップケーキ、プロテインのスイーツっていうのを食べていただきたいなっていう思いで開発した商品が、 B レジェンドプロテインカップケーキになります。飲むだけでもプロテインって美味しいんですけど、タンパク質って毎日摂っていただきたい栄養素なので、こういったスイーツっていう形でも手軽にタンパク質を摂るっていうところを取り入れていただきたいなっていう思いで、美味しく食べられるようにこだわった商品ですので、ぜひお試しいただきたいなと思います。もしかしたら気づいた方もおられるかもしれないんですが、今回ご紹介するのはそんなバナナ風味なんですけども、 B レジェンドプロテインの中でも、数あるフレーバーの中でいつも上位を占めているプロテインとしても人気なそんなバナナ風味を、カップケーキとしても食べていただけるように、その味をそのまま生かして作った商品になっております。そんなバナナ風味がお好きなお客様はもちろんのこと、甘党のお客様とか、あと朝ごはんとかにもぴったりなバナナ風味なので、ぜひお試しいただきたいなと思います。早速レビューしていきたいと思います。出来上がりましたので早速レビューしていきたいと思います。出来上がりはですね、こんな感じでレンジでチンしただけなんですけども、結構ふっくらとした仕上がりになっております。では早速ですね、レビューしていきたいと思います。いただきます。おお、おいしい、おいしいです。味はですね、プロテインのそんなバナナ風味のフルーティーなバナナの味がそのままケーキになっております。なので、あの味が好きな方は 100% 気に入っていただける仕上がりになっておりますので、そんなバナナ風味の方は絶対食べてほしいなと思います。こだわりポイントが、プロテインスイーツを作ったことのある方ならご経験があるかもしれないんですけれども、プロテインというタンパク質は熱を加えると固まってしまう性質があるので、焼き菓子とかで活用するとどうしてもちょっとパサついてしまいがちっていう性質があります。私も自分で作ってて、そのパサつくのがすごい嫌で、いろいろ工夫してたりもしたんですけど、今回この商品を作るにあたって、そのパサつかないっていうところには徹底的にこだわった商品に仕上がっておりますので、本当にプロテイン入ってるのっていうぐらいふっくらしっとり仕上がっております。食感とケーキの食べ応えと味を感じてみて、一番身近なもので近いなと思ったのは、バナナが1本丸ごと入ってて、袋がキュッと両端で止まってるスーパーでよく買えるあのスイーツにすごく近い印象を受けました。私あれ好きでね、よく食べるんですけど、それぐらいの満足感もありますし、このバナナっていうのをしっかり感じられる味になっているかなと思います。私はこの上にチョコレートソースとかかけて、チョコバナナカップケーキみたいにして食べたらもっと美味しくなるんじゃないかなと思うので、買ったら試してみようと思っています。では早速、そんなバナナ風味のカップケーキの栄養成分をご紹介していきたいと思います。こちらの1袋にですね、粉が 40g 入っております。それで1食分になるんですけども、1食あたりのエネルギー量が 162.4kcal、 タンパク質が 16.9g、脂質が 3.0g、 炭水化物が 16.8g、 食塩相当量が 0.7g となっております。これだけね、バナナ丸ごと入ったケーキのような満足感を感じられるのに、脂質が 3.0g っていうところ、スイーツの中ではかなりの低脂質で抑えられているので、その点かなり魅力かなと私自身感じているんですけども、タンパク質が 16.9g しっかり摂ることができるので、罪悪感のないスイーツとしてお楽しみいただけるかなと思っています。何よりこちら、卵とか牛乳とかを使わずに、もうこれとお水があればかき混ぜてレンジで2分チンするだけで、こんだけ満足感のある
栄養のあるスイーツがお楽しみいただけるので、ぜひご活用いただけたらなと思いますし、毎日プロテイン飲むだけじゃ飽きてきたなっていう方とか、友人に栄養のあるプレゼントをしたいなっていう方にも、可愛いパッケージに仕上がっているので、そういった活用もしていただける商品になっているんじゃないかなと思います。で、本日はそんなバナナ風味のプロテインカップケーキをご紹介させていただきました。この動画が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。